優しく頬を撫でる。さあ泣くのはおよしベビーヌ。いつもの笑顔が戻ったら、希望の土地を目指して歩き出そう、歩き出そう。だけど道は遠いよ、ベビーヌ。長い長い旅でした。ペリーヌはとうとう父さんの故郷マロクールにもうすぐ着こうとしているのです。ペリーヌの胸の中は感激でいっぱいでした。けれどもまだ見ぬおじいさんのことを思うと、とても不安な気持ちになるのでした。おじいさんが自分を歓迎してくれないと思っていたからです。もうすぐ？そうよ。あなたこの近くの人じゃないのね。ええ、遠くから来たの。ええ、何しにマロクール行くの？あら、ごめんなさい、私ってすごく聞きたがり屋なのそれでいつも父さんやおばあさんに叱られてるのよ。この犬、あなたの犬？ええ、面白い犬ね。あの、マロクールには織物工場があるって聞いたんだけど。あるわよ、パンドボアヌ工場が。ああ、あなた工場働きに来たのね。いいえ。そう、マロクール村じゃ自分で商売をやってる人以外は大抵工場で働いてるわ。パンドボアヌ工場はとっても大きいから働き手がいくらでも必要なのよ。私も働いてるの。そう、そんなに大きい工場なの。7000人以上の人たちが働いてるのよ。ああ、重たい。7000人？すごいわね。もうすぐ行くと村の外れに出るわ。そうするとビルフラン様のお屋敷が見えるわ。ビルフラン？ビルフラン様って工場の持ち主よ。あ、手を持ち替えましょうか。え？え？ビルフラン・パンダボアヌ。それはペリーヌのおじいさんの名前でした。ペリーヌはおじいさんがお金持ちで工場の持ち主だとは聞いてましたが、7000人以上もの人たちが働く大工場の持ち主だとは知らなかったので、すっかり驚いてしまいました。
ビルフラン様のお屋敷よ。どう、立派でしょう。ビルフラン様はあそこでたった一人で住んでるのよ。お一人で？そうよ、奥様はとうの昔に亡くなられたし、息子さんのエドモン様はここにはいないし。ビルフラン様って一体どんな方なのかしら。そりゃとっても厳しい人よ。少しの失敗も許さない人よ。工場ではあの方に逆らう人なんて一人もいないわ。他人に厳しいだけじゃなくて身内にも厳しいのよ。だから息子さんのエドモン様とはよく意見の衝突があったらしいの。それでそのエドモン様は？それが15年前、やっぱり何か言い争いをした後、インドへ綿の買い付けにやらされたの。そしたらインドでビルフラン様の許可なしで結婚しちゃったの。ビルフラン様は別にお嫁さんを決めてたのにね。お父様、おじい様が大反対なさったにもかかわらずインドで結婚したのです。お母さんのこと心から愛していたのね。ええ、お母さんもお父さんを愛しました。でもお父さんはそのために自分の家を捨てなければならなかった。おじい様は頑固な方だというから今でもお父さんのことを怒っていらっしゃるでしょう。ビルフラン様はエドモン様とそのお嫁さんのために新しいお屋敷まで作ったんですって。だからエドモン様に結婚やめてフランスに帰ってくるように何度も命令したらしいんだけど、エドモン様はインドで結婚してしまったの。はあ、重たいわね。少し休みたいわ。それでもうビルフラン様はガンガンに怒って親子の縁を切ってしまったのよ。はあ、ねえ、あんたもここへ来て座んなさいよ。ええ。やあ、どうしたんだいロザリー、そんなところで。あら、ファブレさん。この人にビルフラン様のことを話していたの。社長のこと？やあ、こんにちは。こんにちは。今ね、ビルフラン様はとても厳しい人だってお話ししたのね。なるほど。でもロザリー、お使いの途中なんだろ。あんまり道草してるとまた親父さんに叱られるぞ。だってこの籠とても重いのよ。今までこの人に持ってもらって大助かりだったの。よし、それじゃあ僕はうちまで持ってやるよ。よしと。わあ、よかった。ファブリさんって本当にいい人ね。あの、私もう少しここにいるわ。そう、じゃあもしマロクールにずっといるんだったらうちに寄ってよ。私のうちシャモニーって食堂やってるの。聞けばすぐわかるわ。ええ。じゃあどうもありがとう。さよなら。ファブリさん、待って。私も半分持つわ。娘さん、そんなとこ立ってると危ないよ。あの、なんだ。ほら来た、そこどきな。ほら危ない、そこどきなって言ったろ。
方がビルフラン様ですか？ああ、そうじゃよ。お前さん、俺に何か用があったのかい？いえ、いいんです。だったらお屋敷の前うろついちゃダメだよ。ペリーヌは本当にどうしてよいかわからないのです。初めて見たおじいさんの冷たい横顔、ロザリーという少女から聞いたおじいさんについての話がペリーヌを怯えさせました。お父さん、お母さん、私はとうとうマロクールにやってきました。でもおじい様は今でもお父さんのことを怒っているそうです。もちろんお母さんのことも、そしてきっと私のことなど何にも考えてはいないでしょう。だから私が孫のペリーヌだと名乗って出ても、きっと冷たい顔で、ああそうかと言うだけでしょう。いいえ、孫だと認めてくれないかもしれません。お父さん、お母さん、私はおじい様に愛してもらいたいんです。そして私もたった一人の肉親であるおじい様を愛したいんです。お腹空いたのね、バロン。エンシドラ、ほら、上がりだ。またやられた。確かシャモニーって言ったわ。あ、あのシャモニーっていう食堂知ってますか？あのシャモニーって食堂ご存知ですか？あの私の顔に何か。あ、これはどうもごめんなさい。あんたシャモニーと言ったかね？それは私の家だよ。え、じゃあおばあさんはロザリーさんの。おや、孫をしていなさるのかね、あんたは。はい、さっきちょっとお話をしたんです。そうかい、すぐそこだから私についておいで。さあ、こっちだよ。おばあさん、さっきどうして私の顔あんなに見つめてたんですか？ごめんよ。何ね、あんたには前にどっかで会ったような気がしたけど、年のせいかどうしても思い出せないもんだから。私、マロクールに来たのは今日が初めてです。そうかい。どうも変だね。前に確かどこかで、ほら、あそこだよ。どうぞ。今ロザリーを呼んできてあげるよ。あんたの名前は？あの、名前を聞いてるんだよ。オーレリーです。オーレリーだね。あの、ロザリーにはまだ言ってなかったと思います。ああ、そうかい。ペリーヌは思わず出まかせの名前を言ってしまいました。あ、ペリーヌは当分おじいさんの屋敷に孫だと名乗り出ることをやめようと決心しました。そして本当の名前も言わない方がいいと思ったのです。あんた、オーレリーって名前だったの？ええ、さっきはありがとう。あの、私に何か用？ええ、実は私、マロクールで働くことにしたので、それで他に知ってる人がいないから、あなたにどうやったら工場で働けるようになるか聞きに来たの。まあ、そうなの。お座んなさいよ、オーレリー。ありがとう。工場で働くのは簡単よ。朝6時に工場に行って、工場長のタルエルさんに会えばいいの。私が明日一緒に行って頼んであげるわ。ありがとう。ねえ、オーレリー、
マロクールには知った人がいないって言ったわね。ええ。泊まるとこどうするの？安いとこってあるかしら？そりゃあるわ。ここじゃ大抵のうちが婚姻たちに部屋を貸してるのよ。でも安いってどのくらい？一番安いとこ。そうね、どんなところでもいいわ、泊まるさえすれば。それじゃ共同部屋になるわ。6人部屋とか8人部屋の。でもどこでも1週間分は前払いなんだけど。ええ、なんとかなるわ。それでお給料はどのくらいなの？今まで織物工場で働いたことは？ないわ。それじゃ最初はトロッコしね。誰にだってできるわよ。はじめは1日50サンチームだけど、私は機械の方についてるから85サンチームもらってるの。ロザリー、入り口が汚れてるぞ。後で掃除しとけよ。はーい、父さんよ。ああ、お客さんか。こんにちは。いや、こんにちは。あ、そうだ、あんたなんか食べる？お金があまりないの。心配しないでいいわ。シチューでも食べなさい。父さんの自慢の料理よ。初めて見る顔だな、あんた。オーレリーよ、父さん。今日マロクールへ来たの。明日から工場で働くのよ。婚姻の賃金じゃこの店で食うのは無理だな、娘さん。父さん、私オーレリーにこの重たいカゴを持ってもらったのよ。シチューぐらいごちそうしてやってよ。ロザリー、払えると思うわ、私。ま、金は大事にするんだな。今日はロザリーの顔を立ててシチューをごちそうするよ。もや、なんだその犬は。あの、バロンにも何か。娘さん、犬まで飼ってるのかい。随分贅沢なんだな。父さん、犬に骨をあげて。へいへい。父さん、オーレリーが下宿したいんだって、明日から。どこか探しておいて。私、今日から泊まるとこないの。今日私の部屋に泊まれば。弟と一緒だけど。そんな悪いわ。いいのよ、その代わり旅の話聞かせて。お前たち、もう仲良くなったんだね。オーレリー、フランソワーズおばあさんよ。フランソワーズおばあさん、どうしたの、オーレリー。いえ、私の知ってるおばあさんにもやっぱりフランソワーズっていう人がいるもんだから。フランソワーズなんてありふれてるよ。オーレリーに話したかしら。おばあさんはエドモン様が赤ん坊の時に乳母をしていたのよ。だからビルフラン様のところへも時々会いに行くのよ。あれでビルフラン様も内心では早くエドモン様に帰ってきてもらいたいんだよ。これ、ロザリー。噂をすればなんとやら、ビルフラン様よ。娘が出てきました。ロザリーか。はい、ビルフラン様。ハブリ君が夕食を食べに来たら、これを渡してくれ。わかりました。そして明日までによく検討しておくように、わしが言っていたと伝えてくれ。わかりました。大事なものだからなくしたりしたらことだぞ。大丈夫です。旦那様、お珍しいことで。フランソワーズ、元気かい？はい、おかげさまで。旦那様はどんなご様子で？相変わらずだよ。ロザリー、いるか？はい。ほら、50歳チームやろう。お立ちんだ。ありがとうございます。ギョン、行くぞ。へい、それ。オーレリー見た？ビルフラン様からいただいたのよ。よかったわね。ロザリーって名前、あの方がつけてくれたのよ。だから私には優しくしてくれるの。そうだったの。でも変ね。あなたがあんなにそばにいるのにロザリーはいるかだなんて。だって見えないんですもの。え？見えない？ええ、そうよ。ビルフラン様は目が見えないの。そんな。ロザリー、ロザリー。はーい。近くで見たおじいさんの顔は確かに厳しく冷たい表情をしています。でもどこか寂しそうな感じも漂っていました。
それにしてもおじいさんの目が見えないとはペリーヌは考えても見なかったのです。オーレリー、オーレリー、あんた何してるの？シチューができてるわ。はい。それ、えい。歩いてたの？早く父さんのお手伝いをしなさい。姉ちゃん、俺も犬が飼いたいな。おっとおっとよ。さ、早く冷めないうちに食べたら？ええ。ねえ、この犬なんていう名前？バロンっていうの。ふん。おい、バロン、お前変な顔してんな。あんたの顔とどっこいどっこいよ。お、あの、なに？ビルフラン様の目が見えなくなられたのはいつのことなの？もうだいぶなるわ。前から目は弱かったらしいんだけど、5年前肺炎になってとても高い熱が続いてある日、急に見えなくなったの。それでお仕事も休まずに？そうなの。見えなくても前よりもっと働いてるって噂だって。サンピプアの工場は目が見えなくなってから立てたの。そう、大変な方ね。とにかく意志が強くて頑固な人なのよ。へえ。あ、バロンすごいぞ。うわー、すごいすごい。おいち、に、おいち、に。姉ちゃん見て、すごいよこの犬。ほんとね。さあバロン、バロンこっちだこっちだ。頑張って頑張って。すごいぞ。眠くなった？ううん、なかなか眠れそうもないわ。やっぱりベッドがちょっと小さすぎるわね。そんなこと。あのね、オーレリー、私ね、あんたがあの重たいカゴに手をかけて持ってくれた時からあなたのこととても気に入ってたの。友達になってね。もう友達よ。見ず知らずの私を止めてくれるんですもの。あんたがいい人だって分かってるもの。ありがとう、ロザリー。さあ寝ましょう。明日は朝が早いのよ。ええ、おやすみなさい。おやすみ。ペリーヌはなかなか寝つかれませんでした。それはあの厳しい顔をしたおじいさんのことをいつまでも考えていたからです。長かった旅もやっと終わり、オーレリーと名前を変えたペリーヌは友達になったロザリーと一緒におじいさんの工場へ向かいました。そしてロザリーのおかげでトロッコ押しの仕事も決まり、思いがけなくおじいさんと話をすることもできたのです。マロクールの村でペリーヌの新しい生活が始まります。次回、ペリーヌ物語パンダボアヌ工場をお楽しみに。